ちょっと変よね。あのラプチャーたち、ずっと同じところをぐるぐる回ってない？方向センサーが故障したんでしょうか。まさか、あんなにたくさんの個体が一斉に？ドラ、今までのラプチャーの移動経路、全部記録したか？もちろん。その記録に基づいて推測すると、あのラプチャーたちは、何の意味もなく同じ場所を回っているわけではない。むしろ、私たちが目標としている座標、そこを誰かから守るために巡回していると見た方がいいだろう。ああ、多分。さて、どうする？このまま強行突破するか、それとも、ここで諦めて帰るか。正直、前哨基地が攻撃されてからは大変じゃないですか。電気もガスもギリギリで、シャワー室は冷水しか出ないし。しかも、配給まで減ってしまって。もう人のおやつで食いつなぐ生活はゴリゴリです。人のおやつで食いつなぐ生活も。私のおやつを盗んだやつはお前か？ん？状況終了。死ぬかと思った。でもここさえ耐え抜けば、浴槽付きの私だけのスイートルームが手に入ると思ったら、最後の火力まで振り絞ることができました。私ももう夜中に温水を求めて指揮官室に忍び込まなくてもいいって思ったら、どこからか力が湧いてきたわ。何よ、私だけじゃないんだから。私だけじゃありませんよ。ノーコメント。衝撃スキャンダル来た。一見爽やかで真面目そうに見える指揮官のお兄ちゃん、しかしその裏の顔は、夜中に貧しい若い相手数人をシャワー室に連れ込んで、水でシャワーさせた後、あんなことやこんなことまでしてしまうプレイボーイだったとは。でも動画に刺激的な話題を入れると再生数が倍になるのよ。まあ冗談はその辺にしといて、早く移動しよ。この件で大当たり出したら、シャワー室でも何でも買ってあげたらええねん。ドラ、本当にここがその座標なの？どう見てもここは。そうね、すごく臭いです。私の黄金の浴槽はどこにあるんですか？ 3LDK のスイートルーム。これは信じられない。ちょっと待ってよ、これほんまに、大谷ちゃん、ここに転がっている鉄骨はガッテシアム、あそこに転がってる鉄の玉はラプチャーコア、しかもこれは燃やされたっていう極秘研究のデータチップじゃない？ルーピー、何やっとんねん。口を動かす暇あったら一つでも多く拾えや。
これ以上は持てへん。私も限界だ。これくらいなら損はしないだろうから。そろそろ帰ろう。え、あれ何？山崩れ、いや、ゴミ崩れなんでしょうかね。あら、私たち騒ぎすぎたのかな。いいえ、違うわ。ラプチャーよ。動力が切れたままゴミの中で眠っていたのは私たちが起こしてしまったようね。攻略が災いを招いてしまいましたね。一緒に漁ったくせに何一人で綺麗なふりしてんの。門番との戦いか。ま、これくらいの宝物を邪魔もなく獲得できるわけがないだろう。カウンター数5対5で分けるからにはそれなりの活躍は期待していいな。もちろん任せてください。暴れるのは得意です。エンカウンター。状況終了。楽勝だね。じゃあこれを全部持って帰ってお金に変えてからブランドショップにラッシュするだけ。私は宿所にボイラーを設置する。私は最高級のスイーツを食べます。そういえばあなたね、二度と私のおやつ盗まないでね。当然です。あんな安いパーフェクトバーは私の好みじゃないですから。私は乙女チックなスイーツが好きです。ちょっと待った。私の好みに何か文句でもありますか。そうじゃなくて、何か揺れてない？そうだな。ゴミの山がまた揺れている。どうやらあの下にも眠っているラプチャーがいるらしいな。もう肉眼でも確認できる。1機、2機、5機、20機以上？全部ロード級やな。これは全く勝ち目がないわ。死ぬ気で逃げるしかない。でも宝物が多すぎますよ。これを持ってどうやって逃げるんですか。どうもこうも、一番高いやつ何個か残して全部捨てるしかないかな。ダメです。私のスイートルームが、生クリームいちご味パフェが。わかりました。じゃあこれ一つだけ、これ一つだけ持っていきます。Yeah.